市岡久氏は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。岐阜県出身。成城中学校を経て、1914年12月、海軍兵学校を卒業し、1915年12月、海軍将尉に任官。海軍大学校で航海学生として学ぶ。第15潜水隊付、駒橋航海長、岩手文隊長。 第51潜水艦偽装員、第34潜水艦長心へ、第一潜水艦第三謀、連合艦第三謀、横須賀鎮守府付、北上公会長などを歴任し、1928年12月、海軍大学校を卒業。春日教官、海軍省教育局員、欧米出張、皇族付部官、第24潜水隊司令、軍令部副官。 ゆ良艦長、香取県、鹿島しま偽装長、香取艦長、連合艦隊司令部付、第六艦隊参謀長、海兵共闘などを歴任し、1941年10月、海軍少将に進級。太平洋戦争には1942年2月、第二潜水戦隊司令官として出征した。その後、海外共闘、第八潜水戦隊司令官、 県第15根拠地帯司令官、海上護衛参防副長などを務め、1945年5月、海軍中将となった。海軍潜水学校長兼、呉れ潜水船隊司令官として、終戦を迎え、同年10月に予備役に編入。1947年2月、戦犯容疑で拘留され、裁判において軍令部第一部長であった中澤優と対立した。 翌年2月に重労働20年の判決があったが、1958年5月に釈放された。ありがとうございます。